んです。で、ちょっとできる限りすっぴんを隠したいということで、でもこれだとちょっと何もできないので、ちょっとスタッフさんに今からモザイクかけてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、スタニーでございます。はい、というわけで、今日は何のメイクをしていくかと言いますと、はい、ウエストサイドストーリーのアニータ役のメイク。これですね、実は、助演されてはいないんですけど、パンフレットを皆さんご購入できますので、ネットで。その時の紛争の私の姿っていうのは多分、見たことあると思うんです。ホームページとかでも出てますし。だけど、衣装を着て、メイクもして、カツラもして、実は、リハーサルをずっとしてたんですよ、劇場で。でも、ゲネプロの前に、自宅待機に入ってしまったので、実は、ステージ写真がないんですね。つまり、紛争の姿が世に出回っていない。私、実はもうメイクも全部して、カツラもした状態でリハーサルをしていたので、アニータメイクっていうのが存在してたんですよ。私が作る。で、実は今回も、メイクアップフォーエバーさんにご協力いただいて、アニータのメイクを意識、揃えたものが、もちろんまだ全然残っていますので、せっかくだから今日はそれを紹介しつつ、アニータメイクしていこうかなと思います。カツラもないですし、衣装もないので、ちょっと、完璧にそっちのイメージっていう感じには近づけないとは思いますけど、でもここだけは、どういうメイクをしていたかっていうのを披露したいと思います。で、今回はね、今までやったことない感じのテイストのメイクだったりとか化粧品だったりするので、それも楽しんでいただけたらなと思います。しかし、ただしかしですよ、言うても、丸3ヶ月半ぐらい前にメイクしたのが最後なわけですよ。覚えているか果たしてっていう感じなので、思い出しながらやっていきたいと思います。はい、というわけでね、今回、いつもはね、楽屋で本番の前に実際にメイクしてるのをこう楽屋で撮ったやつを編集してあげてるんですけど、なのでね、結構やることが多かったりとかして、いろいろこう見せられないところとか、もう本当にメイクだけ切り取ったりしているところ部分があったりするんですけど、今回はもう家なので、一から楽屋でどういう風にメイクスタンバイして、やっていくかっていうのを見せられたらいいなと思っております。それでは Let's get started America。チャンネル登録してね。はい、今ね、ここの私の手元にはこういう風にスタンバイをしているんですけども、実際の楽屋はちょっと違う感じに私並べています。それに近い並べ方というか、順番でこういう風に並んでるんですけども、ポイントはこれですね。ブラシスタンド、いちいちこう、なんて言うんだろう、筒に入れて物を探す、筆を探したりとか、筆入れにいちいちケースに入れるのがめんどくさくて、これだとブサブサっとさせるし、わかるので、これがポイントです。今回のメイク用品はこんな感じです。はい、というわけで、今私の手元にある様子を見てもらったんですけど、実際の楽屋はどういう風に私がセッティングしてるかっていうと、写真があります。撮ってきました。こちら。はい。専用のケースがありまして、そこに全部立てて並べてて、で、ケースに、そのまま収納ケースにバッと入れると、そのまま、移動できるとか、地方公演とか、そのままそれを入れて、崩さず、いちいちこうやって並べなくても、その中に入ってるものがそのままカシャッと入るので、すごいいいし、すごいじゃない、めんどくさくないし、早いし、メイクするときも分かりやすくていいってことで、もう数年ぐらい前からその方式でやってます。はい。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。まず、最初にメイクする前に、シートパック、保湿フェイスシートで保湿していきます。いろんなフェイスシートを使ったりするんですが、はい。大体クオリティファーストさんが多いです。私、おでこが開くって、クオリティファーストはね、割とここが長いので。で、実際これは、楽屋で、ウエストサイド用に買ったやつで、そのまま楽屋から持ってきたので、残ってるので、そのまま使いたいと思います。もう、毎回必ず、これは朝、スチーマーをつけて、フェイススチーマーね。で、これを貼って、スチーマーを浴びながら、保湿液をぐんぐん入れていくっていうのと、あと、加湿も兼ねて、スチーマーを浴びながらやります。割れたかな。
あとね、3、4センチは残ってるんだけど、ね、これでもね、頑張ってくれてるんです。クオリティファーストさん。よいしょ。これでね、シートマスクしながら、スチーマーをこう浴びながら、だいたいこう首のマッサージとか、ゴリゴリね、あのフェイスローラーでやったり、あとは、発声したり、あとは、喉の超音波、こうやって当てたりとか。うん、超音波当ててることが多いかな。超音波当てると、喉もほぐされやすく、ここら辺もほぐされやすいので。で、これをだいたい、まあ10分ぐらいします。はい、それでは、10分ほど経ったので、ピロ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 。でね、この足りない部分のおでこにちょっと足してあげて、で、首もね、やっていってあげたら、このままこうやって、顔のマッサージをして、むくみを取ってあげます。はい、それではですね、ここで、もういつもね、お世話になってて、多分動画ではそんなに多分具体的にこれ紹介したことないんじゃないかな。メイクアップフォーエバーさんのウルトラ HD スキンブースター。美容液ですね。これがめちゃめちゃいいんですよ。もうチュルッ。これはね、結構ね、試し始めた時に、共演者に、トニーちゃんベースに何使ってるって言われて、今まで言われなかったのに、なんだろうって思った時に、あ、美容液かもって思ったんですよね。もう今のチョンだけで全部伸びるんですよ。もうこれ超おすすめです。もうこれを欠かさずやってます。今まで動画で紹介してなかったですけど、毎回使ってます。って、つけてあげます。そしたらですね、毎回私が作品とかキャラクターで、ベースを変えてるんですよ。というのはもうね、メイクアップフォーエバーさんのベースがいろんなカラートーンとかを調整するやつが出ていまして。で、今回ね、本当に悩みに悩んで、結構ね、いつもはこれだって決まるんですけど、今回は結構ね、あ、でもね、こうでもないって結構。で、最終的にナチュラルな色になりました。はい。ステップ1、スキンコライザー4、メイクアップベースですね。これはもう本当に透明です。白いんだけど、透明な感じ。で、これを全体的に塗るんだけど、後でね、この鼻の周りとか、この皮脂の多い、鼻の周りとかこことか、ちょっとこう、滑らかにしたいところに塗るやつがあるので、そこをそんなに、ま、重なってもいいんですけど、塗らない程度、塗りを見ていきます。はい。そしたら、先ほど言った、その、スムーズインプライマーって言って、ちょっと滑らかに、デコボコしたところとかを滑らかに見せてくれるやつがこれです。ステップ1、スキンコライザー2、メイクアップベースです。これもね、結構、もう本当にいろんな種類があって、ぜひ、興味ある方は、お店に行って見てほしいんですけど、どれもね、魅力的でね、色はこんな感じです。肌色の、なんかちょっとこう、コンシーラー。これを、鼻のところとか、ちょっとね、毛穴がちょっと見えるかなっていうところに、塗ってるだけでしょ。はい、これでベースは出来上がり。ベースっていうか、ベース液、出来上がりです。はい、それでは、ベースのファンデーションをやっていきたいと思います。今回は少し暗めの、健康的な肌の色っていうこと、かなり暗い色を。これちょっと待って、いつものワンスティックで、というか、そのメインの色とシェーディングの色ぐらいの感じで分けてるんだけど、今回やっぱりね、ピタッと合う色がなくって、ちょっと混ぜて使おうっていうことでね、ちょっとやっていきましょう。で、ベースに使うのが、このいつもよく使ってるドーラン系の、あ、ごめんなさい。このいつも使ってるドーラン系のメイクアップフォーエバーウルトラ HD スティックファンデーション。色が Y415 です。これはね、基本的に、このシェーディングのところに使う暗い色です。で、これをスパチュラで、ごめんなさい、スパチュラをね、化粧用のスパチュラをね、これもう置いてきちゃって、ボックスに。ごめんなさい、今消毒しました。ナイフ。あ、普通の食器のナイフです。こんなもんで、ちょっと一回やってみます。手で混ぜちゃおう。手で混ぜちゃおう。本当はね、大きいスパチュラとかあったらその上で混ぜちゃうんだけど。はい。この、かなり暗めのリキッドファンデーション。これは確かね、人たらしだった気がするんだよね。これだった気がする。人たらしを覚えてる私。で、さらに、これだけだとちょっと暗すぎるっていうか、なんていうか、ちょっとこう、赤みがないというか。っていうので、このコンシーラーの赤いやつを少し足すんですよ。メイクアップフォーエバー、ウルトラ HD コンシーラー51番という色ですね。このオレンジ色を一塗り、一塗りというか、こう、ピューってこう、一絞りみたいな、チップから。こんな感じです。これを混ぜます。ね、これ私すごい、メイクアップフォーエバーさん、毎回ね、メイクアップフォーエバーさんの会社に行って、出る前に役説明して、こういう感じで行きたいんですよって打ち合わせして、あらこうだって言いながら、こう、メイク予選を選んで、メイクしていって完成して、じゃあ今回この化粧品を作りましょうっていう、メイク会議みたいなことするんですけど、その時に知ったんです。これ混ぜるのね、筆の後ろで混ぜてるんですよ。すごくないですか？私初めて知ったんです。筆の後ろって使えるんだと思って。筆ってね、その筆屋さんによって形が違うんで、メイクアップフォーエバーさんの方がすごい混ぜやすそうだったんです。多分、なんかそういうのも込みで作ってるんだと思うんですけど、ちょっと丸っこいですけど、ちょっと混ぜてみます。あ、でもいい感じな気がする。いや、もう覚えてないけどね。覚えてないんだけどね、いい感じとか言いながら。ちょっと待って。これ何かがちょっとさっきの人たらしを半たらししてみようかな。よいしょ。半たらし。これはね、結構肝なんだ。肝っていうかね、ちょっと入れただけ、これでいいような気がする。変わるんですよ。これね、もう、この色決めるのにどんだけ時間かかったか、会議で。もう、あ、あっちだね、こっちだね、やっぱこっちだねって言いながら、やっぱちょっと時間かかるけど、これ混ぜた方が綺麗に出るわ、みたいな。でもね、アーティスト、メイクアップアーティストの人たちってこういうこと全然普通にやるんですって。すごいよね。あ、いいような気がする。見て。あ、わかるかな？こんな感じ。割と、ちょっと、少し暗めで、ちょっと土の色っぽいというか。よし、それじゃあこれを塗っていきまーす。やだー、なんか久しぶりなんだけど、この色。うわー。ちなみに、このシェーディングは厚くやっていくのです。ちょっと待ってね。
一応首もちょっとやりたいから首も残しつつ、よし、ちょっと待ってできたな、これで。よし、やりすぎると普通じゃんか。はい、そしたら、シェーディングをしていきたいと思います。今よりさらに黒いやつなので、この万能コンシーラーパレット、これまで色があります。キャキーン、ピューン、なんて夢のようなパレット。だいたいいつもシェーディング使うときここら辺を混ぜて使うんですけど、今日ここら辺も混ぜちゃいます。だいたいね、どうだったかな、多分ね、この子とこの子とこの子あたりだったような気がするんだよね。こうミックスしながら混ぜて、頬の周りとかここら辺とか影をつけていきたいと思います。あっこんなに黒くなかったかも、ちょっと待って。いやでも伸ばせばどうにかなるはず。あ、耳塗るの忘れてた、さっきのあまりでちょっと耳もね、塗らないと。シェーディングってね、ね、普段の生活ではそんなにがっつり入れる、ちょっと気持ち入れるぐらいだと思う。舞台上だとつり入れる、全部照明で飛んじゃうから。この頬のところも少し影入れてあげると、ちょっとこうシュッとして見えます。私、ちょっとした、頬がコンプレックスだったんです。今もコンプレックスだった。結構ね、カツラってここら辺まで来るので、結構影入れてあげるとね、自然に馴染むし、そっちの方が自然に見えたりする。この辺も入れてあげる。こんなもんかな？こんな感じです。わかるかな？ちょっとライトがあるから、このシェーディングの感じ。いや、もうさ、はたいてないからすごいテカテカして、こういう感じにしていきます。はい、ファンデーション、土台、出来上がりです。はい、それでは、まず、このベースの状態でやらなきゃいけないのは、このはたく前にね、チーク、練りチーク、クリームチークです。はい、練りチークでーす。はい、いつも使うんですけどね、練りチーク。やっぱりパウダーだけだと飛んじゃうので、ベースを作ってあげて。少しやっぱり、チークをちゃんと入れてる印象があるので、なんか化粧もちゃんとしてるというか、アリータちゃん。血色のいい、割と赤み系をチョイスしました。ベースつけとくと、上から重ねたら、すごくこう、いい具合に、濃すぎず、自然にチークが浮きすぎず。はい、これで、クリームベースの下地が全部終わりました。でね、ここで何をするかというと、いつも、汗かいたりとか崩れにくいように、フィットするミストをするんですけど、今回、新商品というか、これ使ってみたらって言われて、その、崩れないスプレーの、すごいバージョン。ライトベルベット。エア。キャピーン。これです。これを使ってみたいと思います。とにかく、ウエストサイドは踊ったので、あ、しかもこれ古いやつだ。汗で崩れないように。で、この状態で乾かします。私は時間があったらそのままにするんですけど、時間ないときはドライヤーで乾かしたりします。キャキーン。チャーリー、見ました、作品違いです。チャーリー、ここら辺なんです。遊んじゃいました。粉を塗っていきましょう。今回は割と色のつかない感じ でかつこの色がステージ上で照明を浴びた時にくすまないように、どんな感じにすれば、どの色にどの粉にすればいいんだろうって協議した結果、まずこれでツヤ感、自然なツヤ感と少しマットさというか、こう抑えてあげます。ウルトラ HD ルースパウダー、これで、少しこう、なんていうんだろう、ツヤ感も足しつつマットにこう全体的に色もつかずに抑えていくというので、これを使います。今のではたいたら、次、これです。これがミソです。メイクアップフォーエバーウルトラ HD クリストパウダー02番。これがですね、キャキーン。ちょっと広くていいな。黄色いんです。はい。黄色って思うじゃないですか。これがね、面白かった。なんかね、黄色でバランスが取れるんですね。今のベースのちょっと赤み入れたのと、これで、なんか相性がいいって言ってました。色味のカラーコントロールの、メイクアップアーティストさんの、カラーコントロールのなんか言ってましたね。これがいいって。で、これを、今さっきのはちょっとこう、ベタつきを抑えたぐらいだったんですけど、これを上から、全体的に抑え込むようにのせていきます。あー、すごい色になった。なんかさっきは赤みが目立ってたけど、これでバランスが取れてる気がする。かなり良かったです。っていうか、なんかなんて言うんだろう、これでね、バランスが取れるんです。不思議なこと。はい、出来上がり。そしたら、いつものメイク動画で、次は崩れやすいところに、ちょっとパウダーファンデーションをのっけてあげます。これはね、直し用とかでも使ってるんですけども、メイクアップフォーエバーマットベルベットスキン Y365 です。これはね、どの動画でも絶対登場してくるんですけど、毎回色が違う。なんかこういう鼻の下とか、鼻の脇とか、ちょっと塗ってあげるだけでね、崩れにくいしくなります。カバー力がすごいぐんと上がります。こんなもんですね。これはね、いつも岡持ちのに入れてます。はい。次は、そのさっき入れたシェーディングのとこにシェーディングの色を少し足していってあげます。結構茶色いので、なんか
どのパウダーも意味がないというか。でも、一応ね、この色を使ってるんです。この色出るかな、数値で。なんか昔から、前から使ってる。一応このアーティストから使ってます。あ、こうあれ。気持ちです。もう十分、シェーディングの、かけができてるんで、上から、白いのを乗せるんじゃなくて、ちょっとダークな色を上から乗せていってあげるって感じですかね。はい。はい。で、そのまま、ノズも入れちゃいます。ノズもこの色で入るのか。あ、入るね。この眉頭のところから延長上線上に入るように入れて、鼻の脇の、で、さっきの、この、頬の線とか。そしたらですよ、なんだろう、眉かな、今回眉もね、これを使います。いるかな、はい。メイクアップフォーエバー、アクアブロー、アイブローリキッド。5が、あ、20ですね。割と暗めの、ちょ、なんていうの、本当にリキッドです。リキッドで伸ばしていくんですけど。ねえ、でもね、これすっごいうまくいくんだけど、めんどくさくて。でも、アーティスト、メイクアップアーティストさんに、いや、これがいいです、って言われて。ありました。なるべくね、もう毎日メイクしなきゃいけないから、本当になるべく、同じで時間かからず、手間の省ける感じでやりたいわけですよ、こっちは。なんか自分の眉に沿って少し凛々しく描いたような気がします。薄い、細めに。で、これはもうベースみたいな感じなので、ベースはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。うん。ベースはこんなもんで。はい。今のクリームベースでベースを描いたなら、で、これを待ってる間に、アイメイクですか。まずはいつもと同じです。少しこう、クリームタイプのベースを塗っていきたいと思います。こちら、アクアエクセールカラーペイント、I の80番ですね。はい。これよく私メイク動画で登場すると思うんですけど、すごいいいです。ナチュラルな輝きと、ちょっとクリームタイプだから重みがあって、少しまぶたが上がるし、中央中心に全体的に入れていきます。うん。あ、いいんじゃないでしょうか。そしたら、薄い茶色で、これ廃盤なので、あえて紹介しないですけど、よく動画でも言ってる、使ってるんですけど、割と薄い茶色で少しこう影を入れてあげるというか、ちょっと、目尻から、目尻になった、目頭から、ダブルアイに向けて少し影を入れてあげます、茶色。で、目尻の少し影下に半分入れてあげます。こういう感じかな。茶色で影を入れました。よし、じゃあちょっと乾いてきただろうから、これをブラシで少し溶かしてなじませてあげます。ね、このアイブロウペンシルとこの何でも使えるペンシルを2つ使いしてたような気がします。こっちの方がちょっと暗いグレーっぽくって、こっちの方が焦げ茶っぽいんですけど、これ実はグッドバイで使ってたやつで、すっごい使いやすいんですよ。わかります？三角形になってるの。だからね、細いところも太いところも自然にね、馴染、なんていうの、うまくね、フィットしてて、ベース描いて、なんかこの色そんなに眉の形に私こだわってなかったような気がするな。眉の形って結構薄いから、いろんな形に変えたりして役でやるんですけど、自眉を生かして割と薄くぐらいの感じだったような気がする。あとはやっぱカツラの色に合うように、色を調整してたような気がします。で、これは後で調整したいと思います。プロスカルプティングブロー、1809番ですね。これは後でちょっと最後に調整したいと思います。はい。で、いよいよ目元ですよ。もう本当にこれちょっと今回の一番心配、このね、企画でできるかなって心配だったのが目元なんですよ。これ最後まで結構悩んで、紫色のタイプの、シャドウを入れていくんですけど、正直ね、何使ったか覚えてない。あるんだけど、これをどういう風に使う、最終的にどういう色の混ぜ方したか覚えてる。しかも、これ、実は今回用に、用意してもらったんじゃなくて、以前、使ってくださいっていただいたものの中に、結構、すごい可愛いよ。なんかもうこの顔でさ、口がこの白くてさ、可愛いね。ごめんなさいね。用意してください。まだメイク途中です。このさ、すごい可愛いの、キラキラしてて、いろんな色があるんです。で、結構紫だけ、この紫も使えるかなと思って、こういう色とかも、なんか中間色でいいんじゃないかなって言って、なんか使ったような気がする。ほら、使ってるはずあるもん。ちょっと、今日のブレンディングでやっていきましょう。まず、色の濃くないピンク系。多分ここにあるのはね、どこかベースで使ってるはずなんですよ。これ、1、2、3。この色は、後飛ばしますね。で、この色を先にちょっと取っていきたいと思います。あ、でも意外と、この色ちょっと紫っぽいかも。あ、いい。この色いい。あ、いいかも。あ、なんか伝わるかな？肉眼とちょっと見え方違うかもしれない。少し赤紫というか、あ、確かに紫かな。全体的に、つけまつげつけるからね。結構、ガツンとしても浮かないと思うんだよね。あ、いいような気がする。え、かわいい、この色、やっぱり。よし。で、この色、
このもう本当にいわゆる紫っていうのを少しこの二重前ぐらいに少しから外ぐらいに入れてみようかな。おお。あ、めっちゃ紫こんなんだったっけ。あ、そうだ、あんまり入れすぎるとちょっと殴られたみたいになっちゃうからそんなに入れなかった気がする。ちょっと進めよう。でも後で上からちょっとこう滑らかになるやつでなじませればいい気がする。少しにしようかな。少しね、紫感を出すっていうぐらいでした。ちょん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 。あ、少し出すといいかもしれない。ちょっぴりだね。ちょっぴり。うん、紫ってすごい難しいな。あ、ちょっと上の方にこうやって。あ、これがいいかも。あ、これがいいかも。ちょっとここからこう塗りつつこのダブルラインみたいなところに少しつなげてあげると。あ、かっこいいかも。かっこいい。オッケー。で、このちょっとラメ感が入ってるもう少し暗い、ちょっとこの目の際に入れてみようかな。うわ、綺麗。ツヤ感があるやつって一気になんか立体感が出て綺麗で、わかる？ああ、いい感じいい感じ。ちょっと水感つなげてあげて。お、いい感じ。どう？で、ここにさっきのちょっと待ってよ、色見させて。はいはいはい。こっちの方がいいかな。この子をちょっと出したいと思います。ちょっと光っちゃってるね。なんかでもグリッドが。よし、どうしようかな。手でやるか筆でやってみよう。ちょっとさっきの色が少し混ざってるので、ちょんちょんちょんポン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 ってのせる感じで見たいと思います。いざ、このここら辺で、はあ、いいかもしれん。照明が、一回照明切ってみるから。あ、めっちゃ暗かった、ダメだ伝わるかな、伝わってる。え、いいんだけど、私楽屋で作ったより綺麗にできてる気がする。え、めっちゃいいんだけど。え、わかります？まださ、アイメイク、アイライナー引いてないから、ちょっと見ようかな。こんな感じ。ハイライト入れちゃおうかな。ハイライトね、ハイライトをいつも使ってます。このピンク系のハイライト。これも頻繁出るから、ちょっとこんぐらい。ちょっと明るすぎて、ピンク系のハイライト。こんな感じです。はい、これを、だいたい、眉の目、ノーズ、よし！そしたら、マスカラ、アイライナーいこうかな。マスカラはいつものこれです。アクアスモーキーラッシュ。ワンダーブルフで。すごい、いつも使ってます。でも、まあ、つけまつげするんだね。あの、一緒に馴染むぐらいで、そんなになんか神経質にならないぐらいで。はい、で、下も切っちゃいます。見えてる？あ、よくやるんです見えてるかな、ごめんなさい。あ、なんか広い人が、うまくいかない。はい、そしたらマスカラができたら、こちらです、いつものやつ。アクア XL インクライナー M10。黒です。久しぶりに黒使いましたね、今回。いつも茶色を、最近もうほとんど茶色を使うことが多くて。なんかこんなにバッチリメイクしても、こう、合う役っていうのがなかったから、最近。バッチリメイクっていつ以来だろう。モーリーンとかぶりかな。まあ、はい。黒を引いていきたいと思います。それでは、アイライナーを引いていきたいと思います。この中の方と、まあ、ちょっと、つけまするので、少し上の方も描いていきたいかなと思います。見えるかな、目が。この際のところで。見えてるかな、私が。ちょはい、そしたら、いよいよ、つけまつげ、いきたいと思います。はい、これね、あのね、ほんとね、多分ね、もう数回しか使ってないから、そのまんまなんですけど、3ヶ月前のやつ。でもね、今回重ねたんですよ。2枚重ね。で、それがそのまんまあるので、使いたいと思います。品番はね、ここにね、
ケース残しておきます。家で。ちょっと待ってね。見えるかな？アイラッシュの箱です。C703 と N304 を重ねて、じゃん、こんな感じです。結構束感のあるやつと自然なやつを混ぜてやってます。割とくっきりしたやつとした感じと、なんていうの、自然な感じ、その、ファサっていう毛量が多い感じっていうのを出すために2枚これで黒で、しかも2つとも黒なはず。うん。黒のやつでやりました。そうそうそう、それこそさっきのアイライナーじゃないけどさ、割とこう、茶色系使うことも多かったから。で、ここポイントポイントです。私のね、つけまのつけ方。今まで紹介したことなかったんですけど、つけまって、こうつけると、要は、こう入るわけですよ。でも、やっぱり、外国人の役を やることが多い私としては、この幅を狭くしたい、見せたいので、まつげを長くしたいわけですよ、縦に。で、要は、こうつけるんじゃなくて、こうつけたいわけですよ。だから、これは、つけ方、糊のつけ方。見えるかな？なんか少しちょっとこの表面側に、特になんか、つけて、で最後までバキッていってちょっと不自然なので、で途中半分途中ぐらいからこの脇っていうか側面につけるっていうことですね。なるべくこの上の方に塗り塗って、こっちを側面、はい、この状態で、わかるかな、これちょっとあれだね、わかる、これがこっちで、こっちがこの外側がこっちってことです。でしかも私はわかると思うんですけど、普通こうやってつけるじゃないですか、じゃなくて私はこうつけるんですよ。毛足が長い方をこの 目頭につけるんですよ。これはみんなに合うかわかんないんですけど、私の目の多分事情で合うんだと思うんですけど、割と意外、私釣り目で、釣り目っていうか釣り目に見える、釣り目っぽい感じなので、外側に毛足が長いのを持ってきちゃうと、もうより釣っちゃうんですって。でそれが嫌で、逆にしてみたらなんかプラマイゼロみたいなバランスが取れたんですよね。だから割とわざと本当に釣り目にしたい時とかは、毛足長い方後ろに持ってきますけど、目まできつかったらもうちょっとね大変だから、これでバランス取ってます、いつも。はい、そしたら糊が乾くまで少し待ちます。はい、そしたらチーク塗っちゃいます。これ、いやー、なんかさ、いや伝わるかな、ちょっとさ、もうライトで色味が少しちょっとあんまり伝わらないかもしれないんだけど、なんかね、ちょっとコーラル系のピンクで、ちょっとね、こう、テリっていう、ちょっとこう、ハイライト系が入ってる色なんです。つけてそうみたいな、アニータ。口紅も、今回口紅に、2パターン使ってて、で、1パターンは、その現場のメイクさんに貸してもらったので、ここにないんですけど、最初の方に、ドレスショップのシーンとかは、割とちょっとこういうコーラル系のピンクみたいなのつけてて、それがもうまさにアニータっぽいみたいな色で、超興奮してたんですけど。でそれはメイクさん、現場のメイクさんにお借りしたやつだったので、ここにないんですが、はい、そういうことです。そのアニータっぽいピンクっていうことで、でこのチークもでもちょんちょんちょんのせるだけです。なんかあんまりのすすぎるとここが生きないので、もう本当に少しこの頬の方に大人チーク入れをしたいと思います。大人チーク入れってなんだろう、自分で言っとくよ。いやー、なんかでも久しぶりかも、こんなさ舞台メイクするのねえ。あ、いい。そしたら、つけまののりがちょっと乾いてきたので塗っていきたいと思います。これね、私これがないとつけまがつけられないんですよ。手じゃつけられなくて、ピンセット、しかもつけま用のピンセット、ぐにゃんって曲がってるんです。つけていきたいと思います。すっごいね、つけまって。よくない？待ってもいいんじゃない？どうですか？はい、仕上げですよ。ここでさらにアイブロウの仕上げっていうのを使います。ハーティストカラーペンシル。612。これね、多分グッドバイの時に使ってた色かだと思うんですけど、ちょっとファクトリーガールズの時から使い始めたんですが、このアイブロウにも使えるし、アイラインにも使えるし、この色違い、赤色とかはこういうリップライナーとかリップに使えて、すごい万能です。
あの硬さがちょうどよくてすごい使いやすい、扱いやすい。で最後これ、こっちの方がさっきのアイブロウより色が明るいので色調整って感じでちょっと真ん中ら辺に入れたいと思います。あんまり入れすぎとこ、全体に入れると全体でグラデーションができるように真ん中ら辺、中央ら辺に入れたいと思います。で、これでダブルライン描いちゃいます。この下のラインもこれ埋めちゃいます。ここちょっとつなぎに入れて、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと目尻長くしてみよう。なんか本当に私楽屋で作ったよりうまく描けてる気がする。すべてが眉毛とかも、すごい感じなんですけど、これで残りはこれね、ちょっとメイクアップフェーバーさんのものじゃないから、あ、紹介できない。ちょっとハイライトというかちょっと艶を全体的に描きたいと思います。口紅やる前に先にちょっと髪の毛も軽くセットしたいと思います。あんまり巻くのが得意じゃないので3連のやつでウェブ作っていきたいと思います。いけるかな。はい、それではヘアがなんとなく出来上がったので、最後に口紅塗っていきたいと思います。こちらアーティストリップショット400、真っ赤なやつです。これでグッドバイで使ってました。どこのシーンだっけ、最初のシーンかな、最初のシーンですね。赤いあの綺麗な格好した時で、これなんでかというと結構ね、いろんな色っていうかいろんなプロダクツの、 あの赤色で悩んだんですけど、最初 の、 あの働いているシーンから次 の、 あの踊るところのシーンまでにあの口紅を変えたくって、でもすんごい時間ないんです。すっごい移動してるからあそこ落ち着いた途端あの着せてもらった服ちゃんと衣装さんに直してもらって、水飲んだらすぐ行かなきゃいけなくて、その水飲んでる隙にこれピピピってやるんですけど、だからこれが一番ね描きやすかったんです。これねノック式なのかってすごい描きやすいので、これで出来上がりました。それでは今ちょっと部屋着なので、なんかなんとなくそれっぽい服に着替えていきたいと思います。いいね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 知ってね。できました。どうですか、これ肉眼で見てさ、どうなんだろう。我々はさ、カツラかぶって衣装着てさ成立するもんだと思ってメイクを作ってるわけですよこれ皆さん、画面通してどういう風にどういう感じで見てるんですか成立してるんだろうか。はい、というわけで、はい、舞台メイクやってみました。いかがだったでしょうか。いや、初めて家で舞台メイクやったので、すごくどうなることやら、そして3ヶ月前のことなので覚えてるやらどうやらと思いながらやったんですけど、なんとか私的には楽屋でやってたよりうまくいったような気がします。特にアイメイクここら辺がうまくいったような気がします。なんかカツラとか一緒着てないからちょっと比べられないけど、いやなんか久しぶりにやって2ヶ月ぐらい過ごしてたら、私メイク変わっちゃったのかしらって、普段のメイクもとか思っちゃうんですよね。結構影響されやすいんですよね、普段のメイクにね。すごいファンデーションが暗くなったりとか、紫のアイシャドウが好きになったりとかしたのかなとか思ったりします。はい、というわけで皆さんにお見せすることができなかったソニンがメイクするアニータ風メイク、今日いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。今日すごく興味深く見ました、またメイク動画とかやってほしいな、アニータ風メイクやってくれて嬉しいって思った方、いいね、グッドボタン、高評価ぜひ押していってください。それから、仕事もどんどん始まっていきますので、そちらの方も SNS でチェックよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。仕事
ちょこちょこ始まりますけど、 YouTube の動画もできる限り制作していきたいと思いますので、チャンネル登録もお忘れなく。他の動画もいっぱい出してますので、いろんなジャンル、舞台メイクとかもいっぱいありますので、ぜひ見てください。というわけで、アニータ風メイクのソニンがお届けしました。じゃあまた次の動画で。